ね、ショッピングと言ったら大げさかもしれないけど、絶対許せないんですよ。何が許されへんの、お前は。毎回ちょっと連絡しとこいよ。偉そうに公共の電波でさ、人に喧嘩売っといて。おい、藤井聡よ、一回話しようぜ。日曜日なんですけどね、ちょっと会館の方に出てきて撮影しておりますが、ちょっとね、皆さんから本当お知らせをいただいて遅くなりましたが、武田常康チャンネル、いやすごいですね。武田さん、僕実はね、面識も連絡も取ったことがない方なんですが、以外伝えず大量の同一ポスター、官房長官見解きました。20日国選から都知事選でポスター掲示板に候補者以外の人物などが写った同一ポスターが大量に貼られる事態が起きている。林官房長官は21日の記者会見で、掲示板は候補者以外が使用できるものではないとの見解を示した。知事選に、関連候補24人を立候補させた政治団体 NHK から国民を守る党は、同団体に寄付をした人に対し自作ポスターを貼る権利を譲っている。同団体は21日都内1万4000箇所のうち約1000箇所分を譲ったと明らかにした。公職選挙法は掲示板について候補者自身の選挙運動用ポスターを掲示するために設置すると定めており、林氏は他の候補者の選挙運動を行うことや虚偽事項が公表された場合は処罰の対象となると指摘した。一方、公正法にはポスターの記載内容を制限したり、掲示板の枠の売買を禁止したりする規定はない。林氏は公正法の見直しについては各党各派において議論いただくべきものだとするように留めた。今後与党内で見直し論が出る可能性もありということです。この官房長官のコメントについて言えば、結局違反ではありませんって話ですね。もしこれ違反だったら、これは明確な公選法違反だ、ね、とんでもないというふうに言うんだったらね、こう違反だということが明確になりますけども、結局違反じゃないですよ。売買した、けしからんと思うかもしれませんけども、公選法を売買してはいけないというね、規定はないわけですよ。それから、同一ポスターをバーって貼るっていうことも禁止する規定がないわけです。内容に関しては全く、公序良俗違反、裸はダメですよ。はい。公序良俗に反しない限り、OK なわけです。犬のサスケか、サスケの写真貼ったとか、日本の虫とか言って貼ったとか、これは一つも、法令に違反してないんですね。はい。で、24人立候補してるから24枚貼る権利があるわけで、はい。で、この官房長官の話は結構、なんか苦しくて、候補者以外が使ってはいけないって、だってサスケだって立花さん自ら買ってんだから、候補者が自分の、ね、表現したいことを表現してるだけですから、勝手に貼ってたらね、候補者以外が使っちゃいけないってなりますけど、日本の虫だってサスケだって全部N国党を貼ってるわけですから、さっきの裸って全然もうダメっていうか、違法なんですよ。ところが立花さんは合法なことしかやってないですよ。そこがさっきの裸との違いですよね。裸なんか一つは面白くないですよ。裸貼ったらそれは逮捕されますよ。それだけの話です。ただ、サスケ貼ったら逮捕されるからされないんですよね。24枚貼ったら、だって24人立候補してんだから、それぞれがですね、自分の意思で、何をこう貼るか自由なわけですから、結局、このね、剥がせ、不快だって言って、もう何千本も電話かかったっていうね。みんな不快だ不快だって冗談じゃないとか怒ってますけども、でも一つも法令に違反してないという、ここがですね、もう完全におちょくってるわけですね。ということでですね、ちょっと長々と武田、常康さんの動画、長々とっていうのまああれですかね、4分ぐらい全部で、14分ありますので、ぜひ武田常康チャンネル下の方にこの当該の動画を URL 貼っておきますので、ぜひね、チャンネル登録もしていただければぐらいのぐらい感謝してます。で、おちょくってる、もうその通りです。おちょくってるんですよ、これ。問題提起してるんですよ、お前らもうええかにせえよとね。合法的なことしかやってません。でね、来年6月参議院選挙ね、ちょうど1年後に参議院選挙の東京選挙区っていうのがあります。これね、もう一回24人出すから、ね、それまでに、頭のいい政治家、国会議員、諸君は法律変えてくださいね。これ各党会、各党会でやらなきゃいけないんで、これ24人立候補させますから、
長年また同じことがあるんですよ。ポスター掲示板、東京の東京都で参議院の東京選挙区って言って、同じまた1万4000箇所にポスターを立てなきゃいけないんです。ちょうど1年後に。だからそれまでにちゃんと改正してくださいね。で、この武田杉康さん、僕はあの彼のね、お父さんの武田国和さんですね、確かお父様とは何度か実はお会いしてお話しさせていただいたことがあって、一番大きな肩書きはまさに JOC のですね理事長でしたね。僕が NHK 時代にですね、アマチュアスポーツ新春懇親会というパーティーを、ね、開いてたんですが、その時に武田国康、あの常康さんのお父さんである武田常和さんが、日本オリンピック協会の会長さんが、武田さんのお父様で、僕は NHK のね年明けのパーティーに VIP としてお越しいただいて、いつも貴重なお話を3分ぐらい、6年ぐらいやらさせてもらったのかな、まあ、そんなかあの関係です。で、まあ、武田常康さんが言ってくれてるですね、これ選挙候補立花隆、これをやりたかったんですよ。高齢者がもうどういうことにしようかな、立花隆、ね、この選挙候補どこを開いても NHK に受信料を支払う人はバカだと思います、立花隆と出てまいります。これはね、私が立候補してないから私の宣伝ができるということなんですね。でただここのね、17とか6とか書いてありますけども、全部で、ね、19の訴えをしていますので、全部同じことを書いてるわけではありません。で政見放送でもね、一番やりたかったことは NHK の政見放送で、 NHK にお金払うやつはバカだよってこう言いたかっただけと。ですから、まあ、合法的なことしかやってなくて、おちょくってるっていうことですよ。でもね、おちょくってるっていう表現、僕すごい気に入ってるんですけども、ただ真剣ですよ。だって NHK にお金を払わないことを、私は NHK から国民を守る党ですから、それをやるために政治家をしてるわけでね、元 NHK 職員としてですね、こっちはね、死ぬ気でやってるんですよ。本当に NHK の職員19年4ヶ月やりました。週刊文春で内部記事を、ね、内部告発の記事を書いてもらいました。テレビは一切報道してくれませんでした。それがもうテレビが何もやってくれなかったので、もう本当にもう愕然というか呆然というか、もうね、正義の内部告発を無視するテレビ局、日本のテレビ局に僕はその時からもう嫌気がさしてるというか、こいつら本当に何の正義もないなと思ってるんですよ。でそのテレビ局に出演してる奴らが立花のことをね、むちゃくちゃ言ってきます。藤井聡さんという人も、僕こんななんか情けない人とは思わなかったですね。なんか常識とか言ってるんですよ、この人。東スポさんの記事ですけどね、藤井聡兄弟教授、都知事選ポスターに問題にぶち切れ、常識でアウトですよこんなもんって。あのね、常識って何ですか藤井さん。常識っていうのはまさに多数派の考えなんでしょ。これまであった多数派の考えがあってね、それが選挙の時に常識を覆すことも大事でしょ。あなたの理論から言えばですよ、常識というのは地球が丸いって思われていなかった、地球はまっすぐだ、空が動いてるって時にね、地球が動いてるなんていうのは誰も思わなかったです。太陽や月や星が動いてる、それがその時の常識でしょ。だその常識を打ち破ったのがコペルニクスであり、ガリレオ・ガリエでしょ。空を飛べるなんて今は当たり前のように飛行機乗りますけども、ライト兄弟は空飛ぶなんてバカなこと言ってる、あいつら常識外れだというわけですよね。だから常識に合わないからといって、そんなものね、常識でアウトなんていうことを言い出したら、それは発明する人とか改革する人なんて誰一人出てこないですよ。もちろんね、常識的に考えてこれがアウトで、それで他に迷惑がかかるなら、それは常識的に考えて公共の福祉に反するんだったらやらない方がいいんです。でも NHK の政見放送に24人が出てね、 NHK ぶっ壊すってやることが誰に迷惑かかってるんですか。この選挙候補ね、これを20、まあこれ19人分ですけど、19人分出して東京都内に配ってもらうこと、誰に迷惑かけてるんですか。そして使わない選挙ポスターは
使いたい人に売ってあげる、こんなのタダであげたらまた住所個人情報でももらえないから、ちゃんと住所と名前とお金出してくれる人に売ってあげれば、その人たちが少数派の意見出せるんでしょう。それをね、なんか法律は常識で守らないやつが出てくる、なんかいわゆる常識を守るやつを前提に作ってるから、書いてないからって何してもいいってわけじゃないっていうのは、それは憲法に書いてあるでしょ。公共の福祉に反しない限り最大限の表現の自由とか選挙活動とか政治活動ができるんですよ。これ本当もうこんなね、はっきり言って民主主義を潰そうとしてるような教大の教授、こんな人に教えられてる人かわいそうですよ。これ僕この人会ったことないけど、まあ山本太郎さんなんかと仲がいいようなんで、やっぱそういう意味ではまあ誰と仲がいいかでちょっと分かりますよね。橋本徹さんとは仲悪いようですからね。だからちょっとね、藤井聡さん僕よりも年下のなのかな彼、まあ、こういう人がですね、これね、もっと言うといじめにつながるんですよ。常識というのはいわゆるこれはね多数派なんですよ。言い方変えると常識っていうのはまさに多数派、この人たちの言うにはそんなもん常識やんけ言わんでも分かってるやろって、こういうことなんです。これに対する反対の言葉っていうのは実は少数派なんですね。この少数派っていうのは時に変わったことをします。まさにライト兄弟が一生懸命ね飛行機を、ね、飛ばすために崖の上から落ちたりしとるわけですよ。坂道走ったりして、そういう人を見てですね、常識人と言われる多数派ですね、あいつらほやあんなことして怪我しとるわとかって言ってやるわけですよ。で変わったことしてる少数派に対して、うら大量でいじめに行けってやってるわけですよね。まさにこれいじめですよ。テレビ局による立花隆に対するいじめですよ。これテレビというね公共の電波を使って国民に、立花隆は常識がないやつで本当に危険な人だとね、こんなの公職選挙の見直しなんてしなくったってね、常識でアウトですよこんなもんとドスの効いた声で怒鳴りつけると、普通の国だったら常識でアウトなだけで、ね、しょっぴくと言ったら大げさかもしれないけど絶対許せないんですよ。何が許されへんの、まあ、毎回ちょっと連絡しとこいよ、偉そうに公共の電波でさ一人喧嘩売っといて、おい藤井聡よ一回話しようぜって言っても、こうやってね僕が言うともう相手ビビって出てこないんですよ。本当にテレビが使う人っていうのはくだらん人が彼が多くてね、ビビるんやったらいつでも話してするよ、ちゃんと1対1で話しようよ。あなたが言う常識っていうのはそれは立花隆にとっては全然あなたの常識になって非常識よ。選挙っていうのは少数派が今あることがおかしいっていうことなんでしょ。24人候補者出さないと小池百合子さんや蓮舫さんや、石丸さんとかはテレビでガンガン報道してくれますよ。でも我々はこうやって24人出さないと目立たないからわざわざ7200万使ってやってるわけでしょ。だからもう本当にね、藤井聡はアホ、武田恒康さんは賢い、これで、皆さん覚えておいてください。以上です。ぜひね、武田恒康チャンネルご覧いただいてですね、チャンネル登録もしていただきたいと思います。そして藤井聡さんのチャンネル入っている人は、もしそんな人がいたらチャンネル解除してください。以上です。 NHK をぶっ壊